平成二十五年度高卒認定試験第一回の英語大問四の説明をしていきます大問四はこういうふうに大体四行から五行の文章が並んでいてここに書いてるよね各メッセージの送り手が意図したものを選んでくださいとちょっと難しいことを言っているように感じるかもしれんけど要はこのメッセージで言いたいことってどれなんとどれなんですかっていうのを選んでくださいという問題に なってきまます。なので普通にやっていくとこの文章をパーッと読んでってじゃあこの文章で一番言いたいことはどれなんかなポイントはどれなんかなっていうのを選んであげるとそういう問題ですそれじゃあこの問題をやっていく時のポイントはどこかっていうとまず1つ目これは選択肢ここにあるよね選択肢を先に見てあげましょう1から4を先にチェックしましょうえこれなんでかっていうと この4行から5行の文、難しそうやね。いきなり何も知らん状態で読むと難しいです。けど、ここを見てあげれば、この文章で何を言おうとしているのか、いたい書いてあるんやね。例えばこの1番で言うと、自転車の乗り方を説明する。自転車の利点を挙げる。交通渋滞の原因を説明する。公害の要因を挙げる。 おそらく自転車も出てくるしま交通の話交通渋滞とかまあそれによって公害も起きたりするよねそういう話が書いてるんじゃないかとこのチェックをすることで内容の予想ができるようになるんです内容の予想をするとそうするとぐっと文章を読みやすくなるよねえ、そして2つ目ちょっと色変えようか2つ目やってほしいこと何かって言うと こういう文章、英語で書いているときは、大体、最初と最後、もしくは最初か最後に大事なところ、ポイントが書いてあるんです。なので、えっと、最初の行、ここを丁寧に読み取ってください。最初の行、最後の行っていうのをチェックすると。これでほとんどの文章っていうのは、全体として言いたいことです。 これが分かってくるよね。全体の趣旨、メッセージが書いてあることが多いです。まなので、早速この1番でやってみると、まず今見た通り、1から4では自転車とか交通渋滞とか、自転車の利点とか公害とか要因とか、まそういうのが出てきているわけね。交通についての話です。で最初の行では何を言っているかっていうと、 These days, bicycles are very popular as a means of transport. There are two good reasons for using bicycles instead of cars. と書いてるわけね、最初の1行目。ちょっと2行目前も言っちゃったけど。これどういう意味か確認すると、These days っていうのは、これは最近とか近頃って意味です。これらの日々ってことだらね。最近、bicycles are very popular。自転車はとても popular。人気がありますと。 a a s s m e n o f t r このあずは、あずはいろんな意味があるけど、〜としてという意味で使われています。後ろに名詞が来てるからね。で、means、mean も意味するっていう動詞で使うこともあるんやけど、ここでは、手段という意味になってる。なので、of は後ろから訳しますので、as a means of transport、輸送の手段として人気がありますってこと。 最近、自転車は輸送の手段としてとても人気があります。なので、早速このバイスコーズっていうキーワードが出てきてるわけね。それじゃあ次の文はどうなのかっていうと、There are, there is, there are というのは何々がありますっていう形でした。Two good reasons いい理由がありますよと。なんかこの文では理由を言おうとしてるみたいです。For using bicycles instead of cars.For using bicycles. バイク、自転車を使うための良い,い理由があります。Instead of cars。Instead of っていうのは何々の代わりにという意味の熟語になってくる。なので、車の代わりに自転車を使うのに良い,い理由が2つありますよと。これがこの文で言いたいことなんです。だいたい最初のように全体のメッセージが書いてあります。つまりそう考えると、ここで自転車の乗り方を言おうとしてるしてないよね。 交通渋滞の話をするでとも言っていません交通渋滞という言葉はまず出てきてないですまだそして公害という言葉も出てきていませんなのでこの時点でおそらくこの2番になるんじゃないかなというのが分かってきますねちょっと続けて確認をしていきましょうこの後は one is that one is that 1つはというふうに言っていますなので2つ理由があって あると言ったけど、そのうちの一つは、これ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 ですと言ってくれている。They don't cause pollution. ここでポリューションという言葉。これは汚染という意味なのやけど、これは公害の意味やな。ここで4番の公害という言葉が出てきました。なので、公害っていうのはそこまで大事な要素ではないわけね。理由の一つです。They don't cause pollution。それらは汚染、公害を引き起こしません。because なぜなら、 They don't use fuel. それらは、フィエル。これは燃料です。燃料を使わないからです。ガソリンとかは使わないからね。そしてもう一つの理由。The other is that。これは、other は他のという意味なので、他のもう一つの理由は、バイスコーズ、ドントコー t ト a フィック・ジ a ムズ。また同じ。コ s という単語を使っている。u s e は、引き起こすという意味です。何をドント u s e 引き起こさないでしょうかというと、r a f f i c jams 自転車は、 このトラフィックジャムが交通渋滞です交通渋滞を引き起こしませんよとなのでこの汚染とか交通渋滞っていうのは理由の一つでしかないやねなので違うやろと全ては自転車の利点を上げるために言いたい,ということなんですそして最後の文を見ていくと Orso bicycles are not convenient on rainy days they are u s e f u l a l s o は何々だけれどもという意味です だけれどもという意味。バイスコース。自転車は An Art Convenient。convenient は convenience store。コンビニで出てくるよね。便利なという意味の単語です。自転車は便利じゃないけれども、on rainy days。雨の日は便利じゃないけれども、they are useful。それらは役立ちます。と言ってくれています。まなので、最初にも自転車は人気出ていて、使うのにいい理由が2つあると言ってる。そして最後に、 雨の日はちょっと不便な時もあるけどやっぱ役立つでとまた自転車のいいところを強調しているわけねなので最初と最後でもやっぱり強調されているので答えは2番自転車の利点を挙げるというのがこの文のポイントメッセージの送り手が意図したものになってきますこういうふうにしてこの2つのポイントを押さえながら次の動画でも2番3番と大問を見ていくことにしましょう